はい、スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日はですね、オープニングでもお話ししましたが、メリダのですね、ブランドキャンプに行ってきました。そちらのですね、インプレッションとバイクラインナップのご紹介ということで、こちらの内容をお話していきたいと思います。本来はですね、毎年この時期にいろんなメーカーがですね、ブランドキャンプを開催し、新しいバイクの紹介や試乗会などですね、開催しておりましたが、今回ですね、このメリダが初めてのブランドキャンプとなりました。私自身ですね、メリダのバイクをもう7年ほどですね、乗っておりますが、2013年からですね、スクルトゥーラ SL というモデルに乗って実業団レースでですね、優勝させていただいたり、ツールド沖縄でですね、市民210キロで20位に入ったり、2世代前のですね、リアクトでは実業団レースで表彰台に乗らせてもらったり、メリダのバイクにはですね、非常に良い思い出しかありません。そんなですね、メリダのバイクですが、2021年のブランドキャンプはですね、静岡県の伊豆にありますメリダ X ベースで開催されました。今回はですね、新型コロナウイルスの影響もありまして、1日ですね、30店舗ほどに限られて開催されておりましたので、いつもの年だとですね、試乗会が結構ですね、大人数での開催となっておりましたので、バイクが戻ってくるまでにですね、結構時間かかったんですよね。今回はですね、試乗バイクもどんどん乗ることができましたので、足の感覚がですね、新しいうちにバイクの違いがですね、いつも以上に明確に分かったと思います。今回のですね、こちらの動画では、全てのメリダの、ラインナップをご紹介することはできませんが、個人的にですね、乗ってみて、このバイクはですね、おすすめというモデルから、新しいですね、新型のモデルのご紹介まで幅広くですね、チェックしていきたいと思います。まずはですね、大注目の新型リアクトのご紹介と、インプレッションから始めていきたいと思います。大きな変更点としましては、カーボングレードをですね、1つ上の CF5 というものへアップデートされたことで、よりですね、レーシーな感じに仕上がりました。そしてですね、タイヤ幅は最大 30mm へと拡大し、BB はですね、BB86 という島の規格へとチェンジしております。今ではですね、多くのメーカーが採用している、ダイレクトハンガーですね、こちらも、今回から採用し、リアクトシリーズ全てのモデルに関して、リムブレーキをなくしまして、ディスクブレーキのみの、シリーズ展開となっております。新型リアクトのですね、トップグレードの、CF5 の、フレームに関しては、フレーム重量ですね、 965g 前後となっておりまして、フロントフォークはですね、 457g 前後となっております。フレーム価格はですね、36万9000円プラス消費税で、完成車価格はですね、チームレプリカモデルで125万円プラス消費税となっております。完成車のですね、スペックを簡単に説明しますと、コンポーネントはですね、シマノデュラ SDI2 の、ディスクとなっておりまして、クランクにはですね、シマノのパワーメーターがついております。ホイールはですね、ビジョンの、メトロン55というですね、ディスクのホイールがついておりまして、タイヤはですね、コンチネンタルの、グランプリ5000クリンチャー、ハンドルステムはですね、ビジョンのメトロン D5 というですね、一体型のカーボンハンドルがついておりまして、ワイヤーはですね、全てフル内装、そしてですね、サドルはプロロゴのスクラッチ M5 というモデルがついております。こちらと同じですね、CF5 のフレームを使用し、アルテグラ DI2 ディスク仕様になっております。こちらのモデル、リアクト8000というですね、バイクとなりますが、こちらはですね、完成車価格が85万円プラス消費税となっております。このですね、ブラックカラーのフレームも単体で販売がされておりますので、もしですね、チームカラーがお好みではない方はですね、こちらのフレームの方もチェックしてみてください。ここからはですね、インプレッションになります。この2つのモデルのみにですね、カーボングレードがトップの CF5 というですね、カーボンが使用されておりますが、
リアクトはですね、以前からガチガチのですね、硬いフレームではないので、今回もですね、同じようにしっかりと快適性が保たれておりました。試乗してみてのですね、感想は、このフレームに関して言えば、速度がですね、速ければ速いほど非常にですね、安定しまして、特にですね、40キロ以上出るスピードの時にはですね、最大のメリットが感じられると思いました。今回ですね、速度を25キロ、30キロ、40キロ、そしてですね、スプリントとですね、少しずつ上げていきましたが、特にですね、40キロ以上出るときにはですね、巡航性能に関して言えば非常にですね、優れておりまして、スプリントした時のですね、感覚は、今大人気でありますエアロロードのスペシャライズのベンジンですね、似たような感覚もありました。ただですね、2点ほど気になる点がありまして、まずはですね、重量です。これはですね、ベンジにも言えることなのですが、完成車の仕様でですね、ペダルなし重量 7.4 キロほどというですね、バイクの重量でしたので、頑張ってですね、軽量化したとしてもおそらくですね、7キロ前後ぐらいにしかできないという点ですね。こちらが気になりました。もう一つがですね、この一体型のハンドル、ビジョンのハンドルですね。これに関してはですね、慣れという話もちょっと出ておりましたが、やはりですね、重量面に関してもプラスになりますし、剛性がですね、かなり高くなっている感じが、ありましたので、完全にですね、レーサー向きのハンドルかなと思っております。なかなかですね、簡単に交換できる部分ではありませんので、一番初めのですね、組み立ての際にポジションなどですね、適正な状態にですね、組み上げるようにしっかりとですね、チェックしていただきましょう。続いてですね、同じ形状でありながらカーボングレードを1つ下げた CF3 というですね、カーボンのフレームを使用しました。リアクト7000、そして6000、そして4000のシリーズとなります。フレーム重量はですね、この3つとも M サイズで 1145g 前後となっておりまして、トップグレードよりも 180g プラスとなりますが、フロントフォークに関して言えばですね、トップグレードと同じものを使用しております。パーツの仕様に関して言えば、リアクト7000がですね、アルテグラ DI2 のディスクのコンポを使用したモデルで、完成車価格が54万円プラス消費税。そしてですね、リアクト6000がワイヤー式のシフトになりますが、アルテグラのコンポを使用しまして39万9千円プラス消費税。そしてですね、リアクト4000が105のですね、ディスクのコンポを使用しまして29万9千円プラス消費税となっております。ワイヤーに関して言えばですね、こちらの3つのモデルともステムのみですね、内蔵となっておりまして、フル内装がですね、可能なハンドルを取り付けることで完全にですね、全て内装ができるようになってます。続いてですね、こちらの CF3 を使ったバイクのですね、インプレッションとなります。リアクトの4000と6000に関しては、やや、ホイールのですね、重さがあるということもありまして、若干ですね、もっさり感もありましたが、ホイールをですね、アップグレードをすることで、非常にですね、バランスの取れたバイクになるのではないかなと思いました。嫌な硬さはですね、全くなく、ロングライドもですね、そつなくこなせると思いますので、平地をですね、特に速く走るトライアスリートの方にも、人気が出そうなモデルとなっております。カラーリングに関してはですね、リアクト4000の、バーレンメリダカラーと、そしてですね、もう一つのカラーラインナップとなります、ブラックレッドがですね、非常にかっこよく見えました。そしてですね、個人的に、あ、これいいなと思ったモデルがですね、リアクトの7000となります。こちらのモデルですね、フレームのカラーリングがすごいかっこよかったんですよね。そしてですね、メインコンポがアルテグラの DI2 で、DT スイスの、P1800 というホイールがついておりますが、こちらですね、アルミホイールながらも、前後でですね、1670g ほどと、そこそこな軽量なホイールとなっておりますので、このホイールをですね、トレーニングで使用し、またですね、新たにカーボンホイールをレース機材としてですね、投入することによって、トレーニングもですね、レースも両方とも使い分けることができると思います。
このリアクト7000に関しては、乗った感覚で、スピードがですね上がれば上がるほど上のですねトップグレードに近いような感じの、走りを体感できましたので、非常にですねコストパフォーマンスが高いエアロロードバイクとなっております。個人的にですね、リアクトの全ラインナップの中でのおすすめはこちらとなります。まずはですね、CF5 のフレームセット、バーレンメリダレプリカカラーですね。そして、同じく CF5 のフレームを使った、カラーリングはブラックの8000の完成車。そしてですね、後々アップグレードを考えて、7000と4000をおすすめさせていただきます。続いてはですね、スクルトゥーラのご紹介となります。昨年のモデルとの変更点としましては、トップモデルのですねスクルトゥーラチームのフレームセットが DI2 専用のフレームとして変わってきました。そしてですねディスク仕様のカーボンフレームのラインナップはこちらとなります。スクルトゥーラチームのデュラエス完成車が120万円プラス消費税、こちらのですねフレームは32万9千円プラス消費税となっております。そしてですねスクルトゥーラ 8000E ですね、こちらはアルテグラ DI2 の完成車となっておりまして、72万プラス消費税となっております。こちらのですねカラーリングのフレームは同じくですね32万9千円プラス消費税となっておりまして、こちらの2つはですね CF4 というカーボングレードのモデルを使っておりまして、プロ供給フレームと同じものとなっております。続きましてスクルトゥーラ7000ですね、こちらは CF2 というフレームを使っておりまして、アルテグラ DI2 仕様で50万円プラス消費税、そしてですねスクルトゥーラ6000は同じく CF2 のフレームを使っておりまして、アルテグラのワイヤー式の変速ですね、こちらが35万9千円プラス消費税となっております。そしてですねスクルトゥーラ4000ですね、こちらも同じく CF2 のフレームを使っておりまして、コンポーネントは105、そしてですね価格は26万9千円となっておりまして、カラーリングはですね2種類あります。レプリカカラーも出ておりますので、ぜひですねチェックしてみてください。続いてですねスクルトゥーラのインプレッションとなります。実はですね今回インプレッションのバイクのですね順番をリアクトのですね4000からリアクトシリーズを徐々にグレードアップさせておりまして、その後にですねスクルトゥーラの4000から少しずつアップグレードさせていきました。その中でですね個人的に自分のですね足に合ったバイクはですねスクルトゥーラチームの完成車でした。こちらですねスクルトゥーラチームの完成車に関しては、上り下り平坦区間の、全てにおいてですね、非常にバランスが良く乗ってて気持ちの良いバイクでした。もちろんですね、下りや、平坦区間に関しては、新型リアクトの方がですね、圧倒的に、速く走ることができましたので、35キロから40キロ巡航がですねしばらく続くような、ところではですね、リアクトの方が、おすすめさせていただきますが、上りもですね、全て頑張りたい方に関しては、スクルトゥーラ一択でよろしいかと思います。スクルトゥーラチームのですね完成車価格は120万円とですねかなり高額となっておりますので、完成車のおすすめであれば同じフレームを使ってアルテのですね DI2 に仕上げております8000ですね、こちらが完成車価格72万円プラス消費税となっておりますので、一番ですねトップモデルを狙っている方はこちらをチェックしてみてください。そしてですねスクルトゥーラの7000、6000、4000に関してもですね非常に振動吸収性も高く、ロングライドにもですね最適なバイクとなっておりますので、ぜひですねこちらのバイクもチェックしてみてください。このですねスクルトゥーラに関してはここ1、2年ですねバーレンメリダに所属します荒城幸也選手のですね愛用しているバイクとなっております。こちらもですねぜひですねレースに参戦している荒城選手のですねバイクをチェックしてみてご注目ください。
続きまして、新しく登場しましたスクルトゥーラエンデュランスですね。こちらのモデルになります。リアクトやですねスクルトゥーラは 100% オンロードに対して、少しですねオフロードや荒れた道も走りたいといったですね、ツーリングバイク的な、要素をですね盛り込んだバイクがこのスクルトゥーラエンデュランスとなります。ヘッドチューブ長はですね同じサイズのスクルトゥーラより2センチほどですね高く設定しておりまして、ホイールベースも長めなのでゆっくりのんびり走られる方にとってみればこちらのバイクの方がおすすめです。フレームはですね CF3 というカーボングレードになっておりまして、フレーム重量はですね M サイズで 1124g、 そしてですねフロントフォークは 411g となっておりまして、 BB はですねシマノ規格の BB86 となっておりまして、タイヤ幅はですね最大 35cm まで対応、そしてですねダイレクトハンガーもこちらのモデルに搭載されております。こちらのですねスクルトゥーラエンデュランスのバイクラインナップは3つとなります。まずはですねスクルトゥーラエンデュランス7000ですね。こちらはですねアルテ DI2 仕様で52万円となっております。そして6000はですねアルテディスクワイヤーシフトタイプで36万9000円、そしてですね4000シリーズは105のディスクがついておりまして28万9000円プラス消費税となっております。続いてですねインプレッションですね。こちらですねスクルトゥーラエンデュランスに関しては通常モデルのスクルトゥーラと比べたらですねやや重さを感じるバイクとなっております。ただですねそれはタイヤサイズがですね実は 32C というちょっと太めのタイヤがついていることによってややですね重い感じになってたかもしれませんが、若干ですねちょっと荒れた道を走ったんですが、グラベル区間もですねある程度は走ることができました。タイヤがですね太いことによりまして、ショックのですね吸収性が良かったり、あとですね、アップライトなポジションが取ってありますので、ロードバイクをですね初めて乗る方だとか、あとはですねご年配の方で、ゆっくりのんびりですねツーリングを楽しみたい方には、ベストなバイクだと言えます。タイヤはですね、細くも太くもできますのでオールマイティにですね、使えるバイクの1台となっております。ぜひですねご注目ください。さてここからはですね、他のバイクの、おすすめを3つご紹介していきます。まずはですねこちらですねサイレックスから2台となります。まずサイレックスのですね8000ですね。こちらはですねシマノ GRX の DI2 が搭載されたカーボングラベルロードバイクとなっております。価格はですね他社と比べても安いですね、49万9000円プラス消費税となっておりまして、バイクパッキング等にはですねベストなバイクの仕様となっております。続きまして、同じくサイレックスから、400ですね。こちらも、昨年大人気でした。そして、シマノのですね GRX400 がついておりまして、価格はですね18万9900円プラス消費税。カラーリングはですね、2つのカラーのラインナップとなっております。今現在ですねロードバイクを持ってる方でバイクパッキングとかキャンプツーリング等ですね行きたいなと思ってる方はですねぜひこちらのサイレックスチェックしてみてください。そして最後にですねマウンテンバイクシリーズの中から新しいラインナップが登場しております。ビッグトレイル400ですね。フロントフォークはですね 140mm ストロークで、フレームはですねきっちりとブースト規格になっております。タイヤサイズがですね 29×2.4 で、メインのですねコンポーネントはデオーレとなっておりまして、オールシマノのコンポーネントとなっております。このバイクですねドロッパーシートポストがついておりまして、価格はですね13万9900円となっております。他社から比べるとですねかなり破格な価格設定となっておりますので、ぜひですねこちらのバイクもご注目ください。さて、2021年モデルメリダのインプレッションバイクラインナップのご紹介でした。コストパフォーマンスの非常に高いメリダの、バイクのラインナップとなっておりますが、非常にですね細部までこだわっておりまして、カラーリングに関して言えば塗装がですねめちゃくちゃ綺麗に仕上がっております。今回ですね、ご紹介した以外の、バイクのラインナップもですね、たくさんありますので、
メリダのバイクが気になっている方はですね、お近くのメリダショップにぜひですねご来店をよろしくお願いいたします。ということで、またアップします。